泊が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職、永田光輝でございます。古い切れたお数珠供養いたします。実は今ご来店いただいてですね、まあもちろん数珠を買っていただいたんですけどね、もう実はですね、これ切れてるんですよね。で、まあやっぱもうこれはもう今までねしてくれたから、これはもう役場からの手ものだと、だからこれはもうあれいたしますと、で新しいのを買いますって買っていただきました。ここでこちらもありますね、これ房が取れてますね。で実はこれ仏壇屋さん処分して供養してもらってよかでしょうかって、ああよかですよって、まあお数珠を買っていただく場合にはもう無料でございますっていう形でですね、今お預かりいたしました。これ今日ちょっと切れてますね。はい、これはもう うちのお寺様にですね大切に供養していただきますので、ですからどうぞもうお仏壇の中にですね結構ですね数珠とかが入ってるケースが多いんですよね。ですからもうちょうど断捨離にもなりますからですね、一度当店に持ってきてください。で仮にお数珠を買われなくてもですね持ってきてください。でもうお金は気持ちで結構ですから、気持ちで結構ですから、もうこれはちゃんとお寺さんに渡す分ですからですね、はい、もう持ってきていただければ、もう当店が大切にお預かりして魂抜きですね、でお供養までいたします。ではこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました。これよりお礼を申し上げます。皆様の何かのお役に立てれば幸せでございます。皆様の開運ご発展心よりお祈り申し上げます。